ジャンボディアス、1984年2月27日帯は、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズ所属。愛称のジャンボは、身長193センチメートル、体重142.9キログラムの巨漢から、大きいという意味で呼ばれている。 2001年にロサンゼルスドジャースと契約を結んだ。2008年にトミー・ジョン手術を行った。2009年にテキサス・レンジャーズと契約を結び、参加の AA 級フリスコラ・フライダーズでプレーした。オフに放出された。2010年はボルチモア・オリオールズの参加でプレーした。2012年はピッツバーグ・パイレーツの参加でプレーした。新種なキレッツ時代2013年は、 シンシナキレッツと契約を結び、参加のトリプル A 級ルイビルバッツでプレーした。2014年は開幕をトリプル A 級ルイビルで迎えた。6月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たした。この年は後半戦にメジャー定着し、36試合にリリーフ登板。0勝1敗。 防御率3.38という成績を残したほか、34.2イニングで37個の三振を奪った。2015年はブルペンの一角を担ったが、6月8日にマイナー降格されると、1ヶ月以上メジャーから遠ざかった。7月11日にメジャー最昇格を果たし、最終的に61試合に登板。 メジャー初勝利と初セーブをマークし、防御率4.18を記録した。2016年は4月下旬にマイナー降格され、メジャー定着したのは6月下旬頃からであり、45試合と登板機会が前年より減少した。防御率3.141勝1敗、ホイップ1.28を記録。自己最高の防御率を記録したが、同時にホイップは1.28と、 事故はアストであった。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。3月6日にリーフとなった。2017年3月10日にベーバー工事を経てタンパベイレイズへ移籍した。7月16日にリーフとなり、19日に参カの AA、A、級ダーラムブルズへ配属された。 7月21日に自由契約となった。2017年7月31日に、ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級フレズのグリズリーズへ配属された。11月6日に FA となった。2018年1月13日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は、 メキシカンリーグのティフアナブルズと契約。2020年はメキシコシティレットデビルズと契約したが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いリーグが開催されなかった。オフにはドミニカのウィンターリーグのアギラスシバエーニャスでプレーし、カリビアンシリーズ優勝を果たした。2021年はメキシコシティレットデビルズと再契約した。スリークォーターから、 平均急速 96mph のフォーシーム、平均 86mph のスライダー、平均 96mph のシンカー、平均 90mph のチェンジアップ、稀に平均 94mph のカッターも使用する。メジャーにおける自己最速球速は2015年に記録した 100.9mph。ありがとうございます。